ので、まあ、ちょっと人の経営の意識であることを深く伺いやすいということにすごくなんか印象付けられるとか、ね、私の友達もどうだったか、いや安いっていう、綺麗っていうのは安いってことが出てきてしまって、ちょっとがっかりするなところもあるんですけれども、まあ、大変暮らしやすいところではあるかと思うんですけれども、ワインについても非常にリーズナブルなところから高級品まで大変に出てきています。特にその、まあ、地元で普段飲むようなものっていうのは、まあ、そう随分なものあるんですけれども、その社会主義が終わってからチェコのワイナリーさんたちもその西側の世界を見るようになって、海外で出ていこうという発想が非常に、特に小さいワイナリーさんで出てきております。ですので、いろんなコンテストとかを出まして、例えばデカンタっていうのがなんかワインの業界では非常に権威のある大会らしいんですけれども、こちらの方にチェコのワイナリーさん出品をされまして、堂々とそのリージョナルトロフィーというのがね、エントリー数が19,83本のエントリーが、そのヨーロッパだけじゃなく、今世界中の効果が、まあ、イギリスでやっているということで、まあ、ヨーロッパの方もあるんですけども、そのうちゴールドメダルというのを下のランクがありまして、208本ゴールドメダルで、さらに上に行きますと99本がリージョナルトロフィーで、さらに28本がインターナショナルトロフィーという、まあ、受賞に分かれておりまして、で今回そのチェコのワイナリーが取ったのがこのリージョナルトロフィー。リージョナルというのは中央ヨーロッパのエリア、中央というか東ヨーロッパエリアでのリージョナルトロフィーで、これがその1万本のあるうちの99本しか受賞できないところに、まあ、今月のワイナリー、チェコのワイナリーが入ったということで、非常に名誉な感じということで喜んでおりました。ということで、チェコの、なんですか、なんでもこう物価がお安くて、いいところもあるんだけれども、これからはいろんな農産物とか、高級製品だけでなくて、だいぶ高級品なものも出てくるんじゃないかということで、期待はされております。まあ、高いといっても、日本で飲むそのワインの皆さんの、金額いくらぐらい、1000円ぐらいとか2000円ぐらい、3000円ぐらいかと思うんですけれども、そうするとその金額を向こうで出していただくと、非常に良いワインが飲みますので、まあ、ぜひワインの方を、ご訪問になって飲まれてもいいかなと思います。そう、そうしよう。チェコのワインはワイナリーというのはビニアーツ、チェコのビニアーツはちょっと聞いたです。だから、一番おすすめは白ワインは美味しい、珍しいと本当にみんな分かる。モラビアワインはしてる違う、例えばイタリアワイン、フランスのワイン、白時々同じ、美味しいとも同じ。チェコのワインは本当に珍しい、だからこれは面白い。あとはこれは自分でびっくりした、ちょっと、今読んだ、これ、名前はミル・バン・ディモ、これは、一番いいワイン、世界で、これちょっとミシュランのワインのミシュラン、あそこは25ワイン、ごめんなさい、チェコから、モラビアから。全部チェコは北海道ぐらいサイズ、だからその小さい国から25ワインはすごいいいです。本当にこのワインは珍しい。例えばフランスのワインが一番多い、あとはチリは43ワイン、イタリー36、ドイツ10だけ、チェコ25、ドイツ10だけ、オーストラリア8だけ、オーストリア3だけ、だからチェコ小学校なんです。どうしてこのワイン有名じゃないの、まあ、これはシンプル、チェコ人全部自分で飲む。これは一番大きな問題、本当に私例えば一番いいカスタマーはメーカーは友達の社長は友達の心配はこれはいいね、
僕はこのワイン日本にインポートする。で、面白いです、楽しいです。でもチェコ人全部の日本だから、だからあまりエクスポートできない。だからチェコのワインはその有名じゃない。例えばプロダクション、チェコ人のはチェコのワインは 70% だけでチェコ人のもの。チェコ人毎年もともともっとワインなので、だからチェコのワイン少なくなる。だからチェコのワイン、遠藤さんが言ったら、安いじゃない、でも美味しい、珍しいワイン。ピアノを弾いてる方、ギターを弾いてる方がいるんですけど、その中でみんなでお酒を飲みながら歌います。一番目の歌詞、彼女にもらった白ワイン、これを飲んでいきます。ところが2番目で、別の女からもらった赤ワイン、これを飲んでいきます。はい、危なげになります。大丈夫です、何も起こりません。モラビアは3番の歌詞でどっちも飲んでいきようとなります。Vino Frani, Vino Frani
Okay.
Thank you.
Thank you.